こんにちは、しゅやです。今回は対義語っていうアプリやっていこうかなと思います。これどういうゲームかっていうと、その発想はなかったみたいな、なんか意表をついた対義語みたいな、例えば少数性の対義語が多数無のみたいな実際合ってるのか分かんないけど、そういうアプリだと思う。多分わ、まず第1番からいないいないばー、いつまでもいるジジイだね。 OK、 なるほど。いや簡単だね、こういうの得意かもしれない。発想力だよね、発想力。いつまでもいるジジイ、死んでんじゃねえかいつまでいねえじゃねえかジジイ。お母さんと一緒、お母さんと一緒。お父さんは別居、お父さんはいいみたいね。お母さんと一緒、お父さんは別居、おじいちゃんは一居、俺は今東京みたいな感じでラップみたくなってんで、ね、いいね、私は良かったね。別居だよ、多分別居。はいはい、これ私得意だよ、私の得意ゲーかもしれない。ワンチャン e スポーツ狩りあるよね。 e スポーツ、痩せ我慢、痩せ我慢、我慢しないんだよね。わかんない、痩せデブ、多分デブだよね。痩せ我慢、デブ欲望、デブ欲望じゃないこれ、デブ欲望だろ、ないぞデブ欲望が。デブ、デブ暴れるかな。で文字数が合わないな、デブ5文字だもんね。デブ暴れるじゃないのかな。デブ暴れるしか出ない。これ間違ったらどうなんだろう、一回間違ってみる。デブ暴れるおなんかこういうのないネットで、なんとかだおみたいな、デブ暴れるお、いやーなんだろう。うわ、ミスると広告書いて、広告やだ。ブロックでパズルゲームが好きな彼女に、このゲームを見せたらお喜びしてた。へえ、だってみんなこれ彼女に見せた。前もいろんなゲームを探してあげてもハマらなかったのが、このゲームのデザインと高いクオリティに一目、確かに、すごい、作画は綺麗だね。やべ、みんな広告が異常に長い、飛ばせない。諦めたらそこで終了。なんかこういうのなかったっけ？諦めたらそこで終了ですよ、みたいな。あれ、バスケのゲームだっけ？あ、答え見る、押せばよかった。これ間違えると広告ありでしょ？デブまで合ってるよね、痩せ我慢。もうデブの発想、おデブじゃない？って、お弁当みたいな、お箸みたいな、弁当の箸じゃなくて、おデブ、暴れる。うわ、なるほどね、ちょっとでも、私の手、感じ違いよね。全然、合ってた手は合ってた気がするんだけど、その、愛情29歳で結婚、家族が、子供が2人、寿命期、私ね、生命線めっちゃ短いんだよね。ちょ、見せたいんだけど、これさ、手相ってやっぱ関係あんのかな？なんか手相は当たるみたいなこと前テレビで言ってたけど、本当？私、マジで、めちゃめちゃびっくりするくらい、短いんだよね、生命線。残念なイケメン。だからもう、成功のブサイクみたいな。もう、日村、わかった。完璧のブサイク。違うの？残念なイケメンでしょ、残念なんじゃ、だから残念じゃないブサイクでしょ、だから完璧のブサイクじゃないのかな、わかんないな。納得かす、納得のブサイクなの、うわぁ、なるほど、ちょっとあんま納得いかなかったけど、豆腐の殻に頭をぶつけて死ね、大豆の丸みに、揉まれ撃たれて、わかんねえな。心打たれてか、なんか何回かやれてたんだけど、あんまり私納得できなかったな。いきなりステーキ、満を持してマック、わかんねえ、満を持して、わかんねえ、火の鳥、フェニックスみたいな、ちょ、何言ってかわかんねえや。生肉じゃないかな。いや、そうだね、生肉だね、満を持して生肉。猫型ロボット、犬型ピーポー、うわ、ダメだ。猫型ってなんだ、猫の反対ってなんだろう、犬かな、やっぱ。猫派と犬入る。いや、犬型ピーポーしか思いつかねえな。犬型までは入ってんね。犬型人？わかんねえ。犬型までは多分合ってるよね。いや、人型か！人型、犬？人面犬ね。いや、これそうな、うわ、なんかキモいな。なんか、ホームレスと犬のハーフみたいなやつ出てきたな。誰だこいつ、気持ち悪いな。ファンなんだ。あ、これアンチなんで指折ります。これ一瞬だったね。ファンの反対はアンチだもんね。これわかりやすい。非常にわかりやすい。これだからゆとりは。うわ、これなんか今後反撃で使えそうだね。なんか、年寄りに言われたら。さすが、カレーっすね。カレー臭、カレーっすね。さすが昭和っすね。いや、ダメだな。さすがジジイっすねかな。いや、違うね。これ、女だったら言えないもんね。ゆとりの反対でしょ？これだから対象はっすね。いや、ダメだな。バブル？バブル？
うわー、これちょっとむずいね。さすがバブルっすね。この一言でそんな形勢逆転する、なんかあんまり言い返せないよね。これだからゆとりはって言われたらさ、うえってなるけど、年寄りにこれさすがバブルっすねって言っても全然なんか弱くない。丸ごとバナナ、ちょっとだけキウイ、ちょっとだけリンゴかな。バナナの反対はリンゴでしょ、多分そうでしょ、ちょっとだけリンゴ。はい、これは簡単だね。謎解きはディナーの後で、犯罪は、犯罪は朝飯前じゃない。うおー、これなんとなく分かったな。犯罪は朝飯、やるじゃん、逆コナンじゃん、逆コナン、江戸川コナン犯罪さんになってんじゃん。これは幸せの黄色いハンカチ、不幸の黒い雑巾。最悪だね、最悪だね。不幸の黒い、これ合ってるでしょ。不幸ってどこにある、あったあったあった、不幸の黒い雑巾。うわ、これは自信あるわ。腰パンドキュン、ドキュンはもう小僧なんだね。腰パン、短パン違うかな。いや、いけるんだ。短パンって言ったら私あれ思い出すね。10年前のドキュン。すげえ、めちゃめちゃボランティアしてんじゃん。ボランティアのドキュンやってんじゃん。猫まっしぐら、犬、瞑想、犬、路頭。普通に犬来ないとかかな。犬来ない。はい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 。お、すげえ、なんかハゲてんじゃん。鶴の恩返し、週のお返し、週の逆切れ。はい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 。自由の女神、ストレッチオブリバティね。うわ、意見さん決めました。束縛された不自由。違うな。はいはい、おじさんね。束縛されて、うわー、最悪だね。最悪の絵だね。これどういう気持ちでこの人、この絵描いたんだろうね。うまい棒。まずい粉。うわ、こんな簡単なことある。あ、まずい粉。あ、これはなんか珍しく簡単だったわ。なんかね、大義語じゃない。うわ、生理的に無理。本能的に素敵。いや、そうでしょ。生理的に無理は本能的に素敵じゃないの。な、技術的なの。技術的には、OK みたいな、そんな感じでしょ。可能か。あんまり、にっこり。え、ぐえーしか思いつかないな。絶対違うな。にっこり、険しいみたいな。もっさりじゃね、もっさり。もっさり。いや、わかんない。にっこり。むっつり。いや、これ違うでしょ。むっつりスケベのじゃ、対義語は、にっこりスケベってこと？あ、でもそうか。ニヤニヤっとし、なんかそう言われると合ってるね。にっこりスケベとむっつりスケベ。コスモス。朝顔。コスモス。バラ？わかんない。これ、花の知識いるかな？コスモス、ヒント見ました。わかんなくて。混沌としていること？わかんない。カオス？いや、これは違うだろ。これは違うだろ。水も滴るいい男。泥まみれのブサイク。漢字二文字か。冷水？冷水まみれのブサイク。いや、違うな。温水？いや、そういう意味じゃないな。多分。油汗。はいはいはい。いえいえ、汚ねえ。なんか、いえ、すげえ汚ねえ。でも普通に汚い。赤い木、緑のターン抜きでしょ。緑のターン抜き。あ、これわかりやすい。いや、なんか絵がなんか怒られるぞ。そんな、いないいないば。いつまでも、これさっき出なかった？一番最初。いつまでもいるじじい。これ全部クリアしたんじゃないかな。一番最初の問題戻ってる。全部でね、50もあるんだよね。まぁ、ちょっと動画では飛ばしたんだけど。はい、こんな感じだね。